お世話になります。ひとりでございます。また期間限定レードが更新されましたので、その情報を今回は共有させていただきたいと思います。今回出現するポケモンはウールとバイウールでございます。でしかも今回はなんと色違いのウールが出るということで、なかなかいいレードじゃないでしょうか。ウール自体はやっぱそんな珍しいポケモンじゃないですけど、逆に定番ポケモンだからこそこの色違いが出るのマジで最高だと思いますね。てか前の動画でゴールデンウィーク序盤で1回レードが更新されて、ゴールデンウィーク後半でまたワンチャン更新されるかもみたいなこと言ってましたけど、全く更新されず月の更新もなく、それで今まで来ましたから、でここでやっと更新ですから、ちょっと前回の動画で全く嘘っぽいことを言っちゃってすいません。まあ、今回はウールとバイウールしか出ないということで、色違いのねウールだけ捕まえていきたいと思います。バイウールと戦ってもしょうがないんでね。あ、じゃあやり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取ってからねやりましょう。はい、この通り受け取ったら OK です。出現場所につきましてはいつも通りですね、どこでも出ると思いますので、私はいつものねこのエンジンシティ前でやっていきたいなと思います。一発で来いよ、一発で来いよ、一発で来なかったら殴るぞ。おい、ダメ、おい、おー、ちょっと待ってよ、ヘルプ頼むよ。おい、来た、ナイス。バイウールかなこれ。で今回もまたウールね、色違い出やすくなってるの5つ星だけらしいですので、まあ5つ星ね出してやっていきたいなと思います。出し方はね、やっぱりみんなで挑戦でオンボタンで、それで設定からね1日進めるってやつでやっていきたいなと思います。でですね、それはねイベントレイドのポケモンが出たところでやらないと別のポケモン出ませんので、まあそこはね、ご注意ください。まあ知ってると思いますけどね、多くの方は、あえて説明させていただきたいと思います。ということでまた、これバイウールだよね。バイウールは色違い出ないらしいので、ウールの5つ星が出るまでひたすらこれやっていきましょう。あ、来ましたね。やっぱウールはこれか。ほぼ丸の形で全然シルエットっぽくないけど、まあいいや。で今やったところウールとバイウールしか出ないっぽいので、まあこの5つ星出す確率的にはそこまでね低くはないんじゃないかなと思いますね。で出たら、もちろんですね、ここで1回レポート書いておきましょう。そうしないと再度やり直す場合ね、また最初から、変え続けないといけないのでね、まあ、これでまあ行きましょうか。レックザでいいや別に。はい、来い、一発で来い、一発で来い、一発で来ない、残念ね、ウールっていう感じでございました。で出なかったら私の場合はリセットします。それでもう一回やり直すって感じですね。はい、でリセットしたらまた同じ作業を繰り返していきます。みんなで挑戦やって、それ本ボタンを押して、それで1日進めるってやつですね。これでまた5つ星のね、バイウールじゃなくてウールだ、ウールが出るまでひたすら、やっていくわけでございます。と結構めんどくさいんですよね。お、来た、いいぞ、早い。また出てきたら、必ずレポートを書いときましょう。で書いたらばスタートですね。なんか今回早く来そうな気がするんだよね、なんとなくね。運が巡ってきてる気がしない。全然ちげえじゃねえか、ふざけんな。あー無理か、パー、ふうふう、厳しいね、ほんと頼むよ、来てくれよ。オッケー、来た、早い、めっちゃ早いじゃん。もう今日めちゃめちゃ運いいじゃん、嬉しいわ。もう本当にガチか、ウール、嬉しいよ、もう最高。結構今までの中でも早い方だなこれ。はい、出現時間約40分で来ました、ありがとう。いやー、ウォーキングデッド1話も見れなかったわっていう感じなんで、ありがたいっすね。まあ、このままゲットしちゃいましょうか。相手は4つですね、バリア。あ、やっぱ進化前のポケモンだから簡単に倒せそうですね、別に。はいはいはい、余裕すぎ、倒すのも超楽ちん。リピボで行こう、頼むよ、来てよ、頼む、出ないで、ほんと頼む。ちょっとリピボ今捕まえてるか分かんないけど、このロムじゃ頼む、来てくれ、頼む、ウェルカメ、ウェルカメ。はい、来た、ありがとう、よかった。今回めちゃめちゃ運いいわ、ほんとに最高だな。はい、でアイテムについてはまあいつもと一緒っつね。経験アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個、鎧鉱石1個、鉱石、あとマックス鉱石2個。でデカ金ありましたね、また。これでかいんじゃないですか、でかい金の玉。まあ実際でかいんだけど。はい、でこれでもう他は普通ですね。なんで次へ行きましょう。ありがとう。はい、じゃあ見ていきましょう。これね、別のロムなんでちょっとステータス個体値見れないんですけど、まあこんな感じでございまして、はい、来ました、レベル60、メス60なんだね、レベルめっちゃ高い、そっかそっか、レベルなんだね。で色違いのやつで、特性モフモフ、相手から受けた接触する技のダメージを半減するが
炎タイプの技のダメージは2倍になるということです。まあこれは夢特性ではありませんけど、まあこの特性が結構強い特性なのかな多分。で技についてはステミタックル、起死回生、電磁波、しっぺ返しということで、なかなか強い技揃ってるんじゃないでしょうか。レイドでは電磁波やってきたので、そこのあたり注意が必要ですね。私は3打数いたんで、全然関係なかったですけど。でうっかり屋な性格でございまして、もちろんリボンなしということで、色違いウールゲットさせていただきました。はい、ということで今回は色違いウールね、めちゃくちゃ簡単にゲットできました。やっぱりね、この色違いレードたまにはね、めちゃくちゃ早くゲットできる時あるんで、もう最高ですね。一番かかった時で 4,5 時間 5,6 時間ぐらいかかったことあるのかな。なので今回はめちゃくちゃ早い方だと思います。まあこういう当たり前のポケモンこそ色違い持ってない人って多いと思いますので、ぜひこれを機会にやってみてください。まあ私は今回はめっちゃ早くウール手に入れられたんで、ウルウル来ちゃいました。なのでウルキオラとウルガモスにお礼しに行きたいなと思います。